ものすごい残酷です。狩猟はやっぱり初めて取った時はもう頭も真っ白だし手もビリビリ震えて、うん、でも目の前に鹿が落っこってきて自分が撃ったんだからでも早く止めないとと思ってナイフ持って走り寄って刺す、うん、でもここに刺していいんだろうかって思って躊躇してると師匠が早くとかって言って、でもそれで自分が取ったんだからちゃんときれいに食べないとって思ったその日からやっぱりもったいないことはしちゃいけないなとか、うん、もったいないってなんだろうとか感謝ってなんだろうとかすごい考えるようになりました、はあ、やってみて分かった世界ってどうなんですか。残酷です、うん、残酷だけど取れた喜びもあります、うん、もう血が沸騰するかのような嬉しいやっと取れたっていうのとかわいそうって思う気持ちは湧き起こってくる。考えることは多いです、ね、まさに生きるためっていう向き合うってことですよね、命と。